皆さん、おはようございます。ティーン、ダーのミャックボーイ、キングトクです。キングトクのビーギーイアパカップ、えー、2021年、えー、男女、まあ、注目いろいろありますけども、やはり、姫路ラーさんに注目してほしいところですが、大方も。男子はまあ、いろいろいますが。まあ、私が独断で選ぶ優勝予想を発表したいと思います。独断で。アパカップ、優勝予想男子は、 まあ、候補はいろいろあるけど、やはり、男子は、え長野つばるさん。まあ、ここのとこ調子も上がってますしね、はい。井口さんとか、あと、加藤優也さん、前回優勝の加藤優也さん。あとは、まあ、笹田さんとか、水谷さん、あとは、小林さん、あとはいろいろ、肘方選手に、浅戸選手、北井の選手も中にいますが、迷いました、男子は。女子も、迷った末、難しいですが、 アッパーカップ左の優勝を見たいということで、中野真り子さんが優勝すると予想します。一応は。でも優勝ですともう一人、姫路柔さん、川崎由いさんも候補には上がっています。候補。優勝候補、あとは坂本かやさんとか、まあ常連さん、松永ひろみさん、中島みずきさん、久保田彩香さんも候補に上が,がってますが、サウスポーの優勝が見たいと希望を予想して、中野真り子さんにしました。まあ難しいですけどもね、確かスプリット、 この前の PD の発想ではスピリットカードミラクルが起きて本当に拍手としか言えませんね。脱ボーですスピリットは難しいですが頑張りマーティン。以上です。バイバイ。